夏子です。今回はファーウェイのスマートウォッチとワイヤレスイヤホンをご紹介します。ウェアラブルデバイスの入門者の方や睡眠を改善したい方、運動される方には特にぴったりのアイテムになっていると思うので、ぜひ最後まで見てください。で、実はアップルウォッチが独り勝ちしていると思われるウェアラブルデバイス市場なんですが、このリストバンド型のモデルも含めるとトップがシャオミ、その次がアップル、そしてそれを追いかけているのがこのファーウェイとなっています。このファーウェイ一押しのスマートウォッチ、ファーウェイウォッチ GT2 なんですが、こちらは本当にスタイリッシュなデザインで性別を問わずにつけられるし、ファッションの好みとかも問わずにつけやすいデザインになっているかなと思います。軽くて薄いのでつけ心地もかなりいいですね。で、今私がつけているこれは 42mm なんですが、このシリーズは通常使用で約1週間バッテリーが長持ちするんですね。なので実際に私もこれ10日ほど使ってみたんですけれども、充電をする機会がすごく少なくて済むのでめちゃくちゃ便利でした。で、なお 46mm のサイズでは通常使用で約2週間も使えるそうです。2週間充電しなくて済むのはズボラ人間としてはめちゃくちゃ嬉しいですね。このスマートウォッチの魅力が最大限に発揮されるのは、なんといっても運動をしている時なんです。15種類の運動に対応していて、このスポーツユーザーがスポーツをしている時の様子を正確かつリアルタイムでしっかりとログに残してくれます。で、耐水性能もあるのでプールでも使えるのはめちゃくちゃ便利ですよね。私はお風呂でも使っています。そして実際に私がお家で運動しながら使っている様子がこちらです。汗かいてきました。あー、辛い辛い、あー疲れた。ただいまエクササイズバイクを44分頑張りました。あー疲れた、汗がやばい。実際に運動しながら使っていると私汗っかきなのでかなり汗をかいちゃって、まあ、正直この時計と肌の間に汗もかいていたんですけれども、まあ、さっと拭けるしそこまで不快じゃなかったです。睡眠中も寝汗をかくタイプなんですけど、軽くて薄いのでつけ心地がとてもいいので、全然つけていることは気にならなくて装着感はとっても良かったです。時計の文字盤もとっても見やすいんですよね。この文字盤のデザインは自分好みのものに選ぶことができます。見てください、こんなにたくさんのデザインの中から自分に見合ったものを見つけることができるんです。 Android ユーザーならデフォルトのデザインとは別にアプリで100種類以上の文字盤の中から好きな画面をダウンロードすることもできます。こちらはファーウェイバンドの4 Pro です。この腕時計型のものよりも画面は 0.95 型と少し小さくなっています。ベルトもこっちよりは少し細いんですが、ベルト自体の厚みはあってかなりしっかりしているので、運動する方にはぴったりのモデルになっています。で、腕時計型のものよりは小さいものの、耐水性能だったり運動時の機能だったりというのは腕時計型のものと比べても引けを取りません。で、すごいのがこんなにちっちゃいのにバッテリーも通常使用で約12日間使えるので、こっちもね全然充電のことを気にせずに済むところが実際に使ってみて本当に良かったです。で、毎日使うものだとやっぱり本当にこの充電問題がスマートウォッチは多すぎる。すごくかっこよくておしゃれなものでも充電をねしなきゃいけないっていうのが本当にプレッシャーになって、気づいたら使わなくなっちゃうってことが過去あったので、まあ、ファーウェイの場合はこっちもこっちもその問題はクリアしているかなと思いました。で、すごいのが睡眠のログをかなり細かく残せるんですね。すごく細かく分析してくれるので、実際に私も最近寝苦しいなと思っていたんですけど、まあ、このバンドプロをつけてですね睡眠をしてみたところ、結構細かくログが残せたので、あ、意外とちゃんと眠れてるなとか、あ、今日はよく眠れなかったなと思ったら、まあ、その通りになっていたりとかしたので、睡眠の改善にもこのバンドの方はかなり役立っています。あと心拍数も結構繊細に残してくれるので、アプリを見て実際に私生放送出てる時めちゃくちゃ緊張してるんですけど、生放送中の自分の心拍数の上がり具合がえげつなくて
ちょっと笑いました。あとですね、友達の家で犬にガブッと噛まれてしまうという事件が最近あったんですけど、犬に噛まれた瞬間の心拍数ガーンって上がってて、ちょっと笑いました。もうそのただの心拍数の確認とかじゃなくて、健康管理にこの心拍数の数値っていうのは非常に役立てるので、健康への意識が高い方にもこのバンドすごくおすすめですね。なんといってもこのファーウェイバンド、言いづらい、なんといってもこのファーウェイバンド4 Pro のすごいところって、これ単体に GPS が内蔵されているところなんですよ。それによって屋外でランニングとかウォーキングするときもスマホを持たなくていいんですね。結構外で走ったりするときって身軽に運動したいと思うんですけど、スマホをどうしても持っていかなきゃいけなかったりとかすると思うんですけど、これならこれだけがあればそのルートも確認できるし、ログも細かく残せるので、あの身軽に運動したい方にはめちゃくちゃおすすめのモデルになっています。次に紹介するのがファーウェイの新しいノイズキャンセリングイヤホンです。見た目はこんな感じですね。いつも私が使っていた AirPods と比べると見た目はこんな感じで、ちょっと横長と、まあ、縦長で見た目は違います。でこのファーウェイのノイズキャンセリングイヤホンはシンプルに見えるんですが、実はこの中の耳に当てる部分が人間工学に基づいたテーパーデザインになっていて、より人の耳にフィットするように作られているそうです。はい、じゃあファーウェイの右側といつも使っていた AirPods の左側をつけた感じがこんな感じです。なんかこう正面から見ると意外とこのファーウェイの方がこの棒の部分が長いので、こう前から見た時にスティックが見えるのかなって感じがしますよね。で装着感はどっちもかなりいいんですが、確かにファーウェイの方がこう耳の奥まで入ってくる感じがあります。それから結構まあ女性とか、まあ、女性に限らずピアスとかつける方は結構こうピアスをつけた状態で装着すると装着後の印象が変わってるのかなと思いますね。こっちの方がどうしても存在感があるので、ピアスとの相性って考えると AirPods の方がもしかしたらいいのかもしれないんですけど、ここが長いので取り外しが便利でつけやすくてなくしづらいというメリットも感じてるんですよね。なので形に関しては完全に好みなのかなっていう感じがします。じゃあ実際にこのファーウェイで音楽を聴いてみたいと思います。流れてきました。さすがにノイズキャンセリングを歌っているだけあって、周囲の騒音が全然入ってこなくてシャットアウトしてくれるんですよ。なのですごく楽曲に没入感を持って音楽を聴ける良さもあるし、周りの方のおしゃべりとかも耳に入ってこないので作業を集中してやりたい方にもいいんじゃないかなって思いました。あとね、この側面をこうタップすると、まあ、再生とか停止とかコントロールをこのタップですることもできます。ちなみに今は私は SDN48 のオーディションを受けた時に歌った課題曲としてレベッカさんのフレンズを聴いています。結構女性のしなやかな声の質感とか高音の部分もキーンとしないでしっとりとした質感をキープしたまま流してくれるので、 J-POP もバラードもすごく楽しめますね。色はこちらのセラミックホワイトの他にカーボンブラックの2色用意されています。黒もとってもかっこいいんですよね。この肝心の再生時間は1回のフル充電で約 3.5 時間の音楽再生と、通話だと約 2.5 時間使えるそうです。付属の充電ケースを使用すると最大で約 14.5 時間の音楽再生ができて、通話だと約 10.5 時間使えるそうです。価格帯の割にはパワフルだなという印象がありますね。 AirPods と比べるとどうしても再生時間は少し短くなってしまうんですが、まあ、そこまでフルで使わないという方には十分すぎるパワフルさを持っているんじゃないでしょうか。はい、というわけで私は今回このファーウェイ製品を初めて1週間がっつり使ってみたんですけど、感じたことはまあデザイン性がすごくいいなって思いました。普通のアナログの腕時計と違って文字盤を洋服に合わせて変えられるっていうのはおしゃれが好きな人にとってはとっても嬉しいと思うんですよね。あとは腕時計もバンドもつけ心地がとっても良くて、運動している時も仕事している時も寝ている時もほぼ気にならないところがさすがだなって思いましたね。イヤホンに関してもつけ心地がかなりいいです。耳の奥までしっかり入ってくれるので、新幹線乗ったりとか移動時間の時も外れてなくしてしまうっていう心配がなかったのがとっても良かったです。音質も想像していたよりもかなり
なり良かったですね。でどれも割と価格帯が手を出しやすい設定なので、スマートウォッチもワイヤレスイヤホンも気になっていたけどまだ手を出せていなかったという方にはぴったりのモデルになっていると思います。では最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が参考になった方はぜひ高評価ボタンへのいいねとチャンネル登録をしていただけましたら動画作りの励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。では次回ナツコの家電ダイアリーでお会いしましょう。以上ナツコでした。またねー。